プログラマー SE は文系より理系が有利プログラミングっていうとどちらかというと理系で数学に近いものと考えられていますよね私もそう思っていたのですが今は違う見解を持っています自分を振り返ってみると私は文系の人間でした私は大学に行ってないので文系か理系かはっきりしませんが高校生の時には数学が得意じゃなく2年生の時に文系コースを選んだほどでした その後、情報処理の専門学校に入ってコンピュータやプログラミングの勉強を始めたのですが、やってみると、文系だからプログラミングができないということは全くありませんでした。これは私個人の体験なので、他の人から聞いた話を含めて、プログラマー、SE は、文系より理系、が有利か、について考えてみます。文系の人は理系分野をブラックボックス化してしまう。以前働いていた会社で、非エンジニア職の上司とよくやり取りする仕事がありました。その上司は、文系、理系という言葉をよく使う人で、 俺文系だからそういうのよくわかんないんだよね。理系の人ってそういう考え方するよね。理系の人ってこういうメールの書き方をするんだよな。などとよく言ってました。私の他にもう一人エンジニアがいて、文系上司からあの人の仕事っぷりとかスキルってどうと聞かれて、いいと思いますよ。こうだし、こうだし、こうだし、と理由を伝えました。すると、この文系上司は、そうなんだ、さすがだねえ。いい人取れてよかったわと言ってました。ただ実際は、さすがっていうほどの褒め方をしてなくて、普通のことをちゃんとやってますよ、という意見を述べたのですが、さすがだねえ。 受けけ取られてしまったわけです実際そのエンジニアは優秀な人だったからいいんですけど文系の人って理系分野に対して中身を見ずにブラックボックス化してしまって他人の意見の雰囲気だけで良さそうと判断してしまう傾向があるように思います理系の世界イコール自分にはわからないこと自分で見て判断することはできないものというものの見方をしていることが感じられたんですそういう意味で言うと自分を文系だと思ってる人がプログラマーになるとやばい感じがします 文系人間がプログラマーになるとやばい。自分は文系だから理系領域であるプログラミングはよくわからないもの、自分では判断できないものと捉えていたら確かにやばいです。自分で自分に私は文系だ、理系のことイコールプログラミングはよくわからないという線を引いてしまうと本来できることもできなくなってしまいます。難しいバグの修正やロジックを組むときに自分は文系だから難しいことは無理だと諦めてしまいます。これじゃあ、プロのプログラマーは務まりません。そういう意味では文系の人にプログラマー SE は向いていないと言えるかもしれません。 正確に言うと自分は文系だと線を引いてしまう人間には向いていないということです高度な数学知識は普通のプログラマーには不要私の経験上本当の理系と言える部分である数学的知識センスがなくても普通のプログラマーの仕事で困ることはありませんもちろん四則演算くらいは分かってないとダメですが大学の数学科で学ぶような難しい数学の知識がなくても仕事で困ることはありません一部の研究職などが行うプログラミングには高度な数学が使われていますが普通のプログラマー職では不要です また、数学的センスがないと、良いコードが書けないということもありません。ですから、数学得意じゃないでけど、プログラマーになりたいという人はなればいいんです。その時にやるべきは、自分で文系、理系の線を引かないことです。プログラミングをやりたい人イコールプログラマーに向いてる人、私の場合も文系、理系など考えず、単純に、プログラミングやりたいなと思って情報処理の専門学校への進学を選びました。ふと振り返ってみれば、そういえばプログラミングって理系の仕事だよな。それを10年以上やってるわけだから、自分は理系なんだろうな。 と今は思っています実際、この文系上司からは、理系の人ってそういう考え方するよね、と言われるほど、理系の人と見られるようになってます。プログラミングをしてるうちに考え方の基本が理系になったのだと思います。プログラミングをすることで理系的頭脳になる。自分自身の感覚でも、プログラミングを始める前よりも今の方がずっと理系の考え方、事実に基づいて論理的な判断をする思考をするようになったと感じています。実際、プログラミングと数学は似てる部分が多くあります。 プログラミングする感覚って、大雑把に言うとプログラミング言語という特殊な言葉を使って、ロジカルな文章を書く感覚なんです。数学も数式という言葉を使ってロジカルな文章を書いていきます。プログラミングと同じです。今の頭で望めば数学も理解できると思っています。ということは、今まで数学が得意じゃなかったとしても、プログラミングを始めることで数学が得意になることもあるはずなんです。ですから、自分の可能性を広げるためにも、ぜひ、自分は文系だという線を引かずプログラミングを始めればいいと思います。